割とこれ撮影しているのは4月20日の火曜日の夜7時前、7時過ぎですね、この後ご飯を食べるので、その前に1本撮ろうと思うんですけども、1本が2本撮ろうと思うんですけども、先週の月曜日に授業が始まって、2021年の新学期が始まって、月曜から土曜まで、1弦の前、2弦の前などに、東島というか、中央と学生センター、東棟の に囲まれたところに立っていたんですよねで今週になって月曜日火曜日と立ってみてで先週1週間は、えー、遠隔授業が多かった学部があったりしてで今週から その対面授業を本格,本格化する学部学科があったりしたんで、まあ、今週もちょっと、えー、少なくとも月曜日立ってみようと思って、まあ、立ってまして、で月曜日になって初めてキャンパスに来ましたっていう学生がやっぱりい,らいたんですよね、何人かね。で今日もさらにいたんですよね。でただ、まあ明らかに先週に比べると数は減っていて、今日は3、4人ぐらいですかね、何か聞かれたりしたのが。 なんかあのー、ニヤニヤしながら僕の間を通っていった女の子もいましたけれども、つまりあのー、なんていうのかな、ああ、あいつだみたいな感じで気づいた人いたのかもしれませんけれども。で、なんかね、それ以上に、まあ、あの、学生さんを案内する時間が減って、 立っってていても学生さんを案内する時間が減ったので職員の皆さんとかね、教員の皆さんとね、話をしたりすることがあってね、まあ、もちろんお互いにマスクしたりもしてますしね、その外で、まあ、換気なんか100%行われているみたいなところなわけですけれども、まあ、あのー、そういう機会になっていいかなと思ったりしていて、でね、結構いろんなやりとりがありまして、まあ、ここで、あの、言うなようなものもあるんですけれども、まず一つはね、あの、一緒に立って、 一緒に立っている人が別な人から言われた話なんですけれども、基本的に僕はですね、外にいる時も T シャツの上に Y シャツ着て、でまあ、ネクタイして以上なんですよ。ところが一緒にいる人は、まあ、どんぐらい着てるのか知らないけれども、その、まあ、Y シャツ的なものを着て、さらに上にジャンパー的なものを着てるんですよ。でそれが昨日かなんかにものすごい強風が吹いていて、 昨日だったと思うけど、ちょっと寒い感じの日だったんですよね。だからあの他にも立っているえー、人がいたんですけども他の人なんかはまあなんかあのー。 上着着着ててコート的ななものたた人もいたような気がすするんですけどね。そういう状況で、僕一人がワイシャツだったので、なんかその、僕と一緒に立ってた人が、所長を守れって言われたらしいんですよね。<laughs> その、寒くさから所長を守れと、あの、お前が上、あの、コートなんか着てる場合ではなくて、所長に着せてあげろって意味なるかもしれないけど <laughs>、ちょっとね、それ、笑いましたね。あの、 僕が着てないからそんなこと言われたのであって、もちろんその言われたも、言われたのも、もうその冗談やと思うんだけどね。あの結構いろんな人から、その格好で寒くないんですかって言われて、まあ、一応僕の,あの持っている小ネタとしては、まあ皆さんが思っている以上に寒いですって返すのが、まあ、あの、まあ、18番なんですけれども。 まあそんなわけでね、実際にこ、あの、こいつが寒がってるかもしれないって、寒いのに頑張ってるのかもしれないって思われたんだとしたら、すごい、あの、申し訳ないですけど、別に僕は、あの、なんでしょう、本当に寒かったら来ますよ。でも来てなかったんで、まあそこまでじゃないっていうことですよね。そしてなんかこう、他の職員さんから僕が直接言われたのは、えっ、ー、と、立っていると、あ、YouTube の人だって言われませんかって言われて、まあそうなんですよ。実際に言われるんですよ。で多分その方が言っていた、YouTube の人、 ですかって言われるっていう時に YouTube っていうのは教員向けに作ったカメラとかの機器の操作ビデオではないんだと思うんだよ多分こっちを指すんじゃないかと思うんだよねってことはその人も多分この動画を何らかのきっかけで見たことあるんじゃないかっていうことになるんじゃないかと思うんですよそれだけこう、うんまあ、学内で話題になってしまってるのかもしれないですけどねあんまりこう,うん目立ってしまうと こう自由な活動ができなくなってしまう気もしますけどね、なんかレジスタンスみたいなこと言ってんな。まあでもまあ逆にまあ、なんていうか特定の人に見られたら困るみたいなことはしゃべんないようにしてるし、もちろんこういう場だしね、まあ一応その立場的にもそういうまあ武将の人間でもある気がしますのでね、んなんかその発言内容は気をつけてるつもりなんですけど、まあとにかくまあ えー、新しいあ、新しく入ってきた学生さんだけじゃなくて、昔からいる学生さんとも話すことがあったりとかね、それこそ手を振ってくれる人がいたりとかね、あの職員さんとか教員の皆さんと話すことができたりしてね、なんかよ、く良かったですよ。その、元々はその教室というか、自習スペースと案内のために立っていたわけですけれども、それ以外でもね、いろんなことができたのでね、あの、よかったと思います。ただこれ、